フットボールはもちろん続きますけど、今あんまりそういう楽しい話題をする場合じゃないと思っています。もちろん、ウクライナのこと、ウクライナの国民、ウクライナに住んでいる皆さんのことを考えていて、まあ、安全を祈るしかないと思います。フットボールは入り口となっていろんなことを知る、学ぶ、きっかけを 提供してくれると思います私の仕事でもピッチ外の話題を紹介して、えー、それで社会問題とか政治とか国際問題とかいろんなことについてお話しするきっかけになります。でもちろん時々難しさはあります。コンテクストについてまず説明しないといけないこともあって場合によって <laughs> その説明が 長くなってできなくなることもあるんですけども外国人も欧米人として日本に来てテレビニュースを見たりすると,ちょっと国際ニュースの割合の少なさに驚くこと確かにありますねえっ、ー、と各地の雨の模様の映像がすごく長くてそして国内の話が多くて国際の割合が負担でも <laughs> ちょっとまあ少ないかもしれませんけどもそして先週まあロシアウクライナのこと いろいろと気に,なる気になりながら日本のテレビつけると,、えー、と平和の象徴、そしてオリンピックの話、そういった描写とかあったりしてして,てちょっと温度差は感じましたけども今日たまたまいるんですけどウクライナ生まれでロシア育ちの知り合いがいて。 スーパーでばったり会ったんですね,ね。いろいろと話を聞いて、すごくかわいそうで複雑な気持ちでいるんですけど、その人が言ったのがこれでイギリス、アメリカ、NATO がやっと動いてくれるから、それは良かったと言ってくれたんだけど、まあ私は <laughs> イギリス人として、ちょっと今更感は感じていて、これまでどれぐらい すでに許してしまっているのか、私たち。そして私たち、どれぐらい利用されてきたのか。というのがすごく、まあ、イギリス人として気になったりしてますて、アメリカの場合、トランプ前大統領との陰謀説、陰謀の証拠はなかったんだけど、まあ、ロシアが2016年のアメリカ大統領選挙に干渉していたことはまあ十分。 知られていますそしてイギリスの場合、ブレクシットと同じ年の2016年の、えー、国民投票に関してもロシアがまあ干渉していたことが知られていて、アメリカと違ってイギリスはちゃんと捜査を進めなかった。それが2019年の総選挙の前にちょっと問題となって、選挙が終わるまでジョンソン首相は何も公開しないということに なったんですねですからどれぐらいつながってるどれぐらい都合があるかちょっとイギリス人として、まあ、心配したりしますイギリスの、えー、議会でですね、えー、議員不逮捕特権というものがあってその議会の中で議員が話したことに関して、えー、名誉毀損などで、えー、起訴されることが なないっていう特権なんだけど、まあ、調べたらそれを引用していいのかどうかちょっと微妙なので間接的に引用するしか、えー、それしかできないんだけど今週、まあ、いろいろと議会の中でその話があってフットボール関連の話もありましたえっ、ー、とレイラ・モランという議員がですね えー、ロシア政権のキーエネイブラー、エネイブラーですね、助ける人、そして成功への鍵、成功させる人たち、今、イギリスと関わりがある35名の名前を、まあ、そういった特権を利用して読み上げたんですね。その35名のうち2人が、えーまあ、イングランドフットボールクラブの所有と、まあ、関わりがある。 方ですねその後とクリス・ブライアントというもう一人の議員が、えー、内務省イギリスの内務省の書類を参考にしてそのうち一人の、まあ、ロシア政権とのつながりがあるとされる人について話していてそのつながりがある。で えー、腐敗した行為そして政治的影響を与えられるためにお金を払ったことがすでに裁判所の中でも認めているその人がという話をしてそんな人がこの国でフットボールクラブを所有してはいけないんじゃないかという話をしてましたそしてその人がまあイギリスで持つ資産を差し押さえるべきじゃないかという話をしてたんですね だからもう一回聞きたい。フットボールを愛する私たちはどれくらい利用されているのか。それについていろいろと考えて聞きたいですね。えー、と私も皮肉った表現でもあったんですけども、去年 SNS でオイルマネーという表現を使いました。でもちろん、 それを見た多くの人は深いニュアンスまで考えていただけないのを分かってたんだけどじゃあオイルマネーのニュアンス何が悪いのか何を非難し,てしたかったか、ま。あ 成金ということだけでは、まあ、ファン同士、ライバルチーム同士のサポートだったら、それも EI のネタになるだけ、それは別に何の問題もないと思います。えっ、ー、と、競争を狂わせるほどの資金力っていうのは、まあ、あんまりいいことではないと思います。特にルールを破ったケースがあったとすれば、それはよくないと思いますけど、それは一番大きな問題ではない。一番大きな問題がですね、 オイルでもなく、マネーでもなく、スポーツウォッシングですね。そのお金はどこから来たのか。どういった目的を持ってフットボールクラブを所有しようとしたのか。全般的にそのスポーツウォッシング関連のオーナーに関してそれが一番心配事ですね。スポーツウォッシングとは何どういう意味かというと。悪いイメージを その問題があったこと、問題を解決するんじゃなくて、悪いイメージを正すのではなく、隠すために、表面的な別のイメージを作ることですね。ですから、スポーツ、フットボール、歴史あるクラブ、コミュニティ、サポーターを利用して、ソフトパワーを作る。ですね。楽しい話題を作る。共感を作る。 感じさせる。試合で勝利したり、タイトルを取ったりして、愛情を浴びることがある。場合によって影響力も得ることができる。つまり、正当化がキーワードになります。全般的に言うと、フットボールへの関わりがその人、そしてその関わりのある政権を正当化することがあります。それが、 目的になったりします人がオーナーナありがとう、最高とか言うたびに、さまざまなことを正当化しかねない。そして、スポーツ、あるいはクラブが、外交、そして外交政策の道具になりかねない。私たちはこれまで、 どれだけ利用されているのか。スポーツは政治と切り離すべきという話、日本でよく聞きますけども、99%の場合、ちょっと誤解されてるんじゃないかなと私は思います。だけど、このようなケース、このようなケース、国家とつながりのある人、どの国家だろうが、 国家とつながりがある人、クラブのオーナーになったり、深くフットボールと関わったりすることが、確かにそこはそもそも切り離すべきだと私は思っています。じゃないといつ、どのように利用されるかわからないから。 そこが問題です。